ここに来てちょっと少し悩みなんですけどね、はい、こんなに楽しんでもいいものかとちょっと不安になっちゃうんですよね、はい、人生人生ではないですけどこの企画に対してですよ。 YouTuber 人生、まあ、YouTuber 人生なんかよかったです。いやそんな言ってもらえて楽しいんですけど、ただなんかね、はい、本当にいいのかなという、まあ、いや借金して破産してくださいよ。あ、それは無理ですそれちょっと無茶言い過ぎじゃないですか絵的に素晴らしいですけど面白いじゃないですか。面白いですよ。風俗行き過ぎて破産した。次の2件目なんですけど、はい、早速発表します。あ、ちょっと運転してるんであれ拍手できないですけど、はい、いや僕ね、はい、3年4年ぐらい前かな、はい、ちょっと疲れてる時にね仕事で、はいはい、精神的に、はい、旅行行ったんですよ。ほう、あ、旅行、はい、はい、一人で、はい、岐阜の下呂温泉分かります？あ、はいはい、岐阜の下呂温泉。ほんでタバコがなかったのよ、はい、でね、都会の感覚やからこっちは、はいはい、まあまあ現地で調達できるでしょうと、はいはい、そしたらねコンビニとかがなかったんだよ確かはい、はい、でホテルの売店にも僕の銘柄がなかったんですよタバコの。ああ、はいはい。でどうしようかなって思ってる時に、はいはい、支配人が、うん、今からコンビニ行くんで、はいはい、よかったら一緒に行きますかっつって言ってくれて、はいはい、で2人でコンビニ行って結局タバコを調達したんですけど、はいはい、その道中にね、はいはい、そう、下呂温泉の昔からの話をしてくれたんですよ、はいはい、昔はここにはこんなものがあってもっと観光客が多くて、はいはい、まあ、温泉街ってさびれがちやんか。そうですね。で温泉街と風俗はまあつきものと、はいはい、もうさびれてしまったよと。そうですね。そんな話をしてくれたんですよね。ほうほうほう、歴史をみたいな、はいはい、でそこに一つね僕の心を打つワードがありましてね。心を打つワード、はい、はい、昔はゲロにもねストリップがありましたと。おおいう話をしてくれたんですよね。はいはいはい。要するにその温泉街の風俗街では、はいはい、ストリップが中心だったんだと。お、そこでストリップの名前が出てくるということはね、はい、でも今の日本にストリップが何箇所あるか知ってますか？いや、もうそんなん全然知らないです。ほとんどないんですよ。そうなんですか？そうです。ということで2件目は昭和の遺産を桑田さんに体験していただきたいなと、はいはい、京都のデラックス当時です。いわゆるストリップというやつでしょうか。今言ったよね昭和の遺産を調査してきてほしいんですね。いやで、なおかつ、はいはいはい、なんか素人大会っていうのがあるらしいんやんか、うん、俺もよく分からへんねん、行ったことないから、はいはい、まあ、昭和のものですからね、はいはい、なんかプロが踊ってるのにその期間だけ素人が出てるのか、はいはい、もしくはなんかセミプロみたいな子なんかよく分からへんねやんか、はいはい、俺もほう、だからその辺も含めて調査を、ほうはいはいはい、お願いいたします。あー、分かりました。これはでも会話がいる、会話がいるものですか、それともやっぱり見た感じ、感じたもの、見た感じ、感じたものですね。感じたもの、はい、ストリップですか。桑田さんだってアポロ好きでしょ。アポロビル、アポロビル、まあ確かに好きですよね。あれはストリップじゃないんですか。多分似たような感じだと思うんだけど。あ、はいはい、その辺をストリップとアポロビルの違いとか、はいはい、その昭和の遺産を、はい、調査してきてください。では、あの、行ってまいります。行ってらっしゃい。行ってまいります。はい、スープちゃん、お疲れです。あ、どうもお疲れですどうでした？いや、行ってきました、はい、いわゆるこれですね。お、これですね、うん、なんかスタンプ貯めたらなんか1回無料なるらしいんですけど、どうでもいいです。どうです、そういや、あのね、はい、もうあれですよ、あのライブハウスみたいなもんですわ。ライブハウス、もう中が、そう、ほう、30分ぐらいのペースでワンコンテンツぐらいなんですよ。ほうほうほう。行った時は女の子は全体で13人いました。下手したら20代いるんちゃうかなっていう。ほうほう。20代20代いるんじゃないかなって。ほうほう。でも30代で30弱から、まあ、おばちゃんだったら50ぐらいかなっていうの。50歳のおばちゃんがおんの？50歳のおばちゃんみたいな。素人さん？そう、素人大会っていうのは何やったの？素人大会っていうのは、うん、お触りができることです。要は、あの、お金払ったりして、うん、1000円でお金を払ったら、うん、お触りができると。で、あの、すごい人は手前やってました。
そう、ステージの上で、いや、ステあのね、いや普通なんか席のところでに来て、またがってもらって、座ってる男の人にまたがってもらって、こうイチャイチャ土もんだりとかっていうのがあるんですけど、中にはだからその横であの手間したりするんですけど、一人きつわものがいて、はい、女の子ステージに寝かしてその縁で手間やってました、はい、すごい。あ、もう一人すごいのが部屋の角っこでですね、90ぐらいのおじいちゃんが、はい、女の子多分 4,5 人ぐらいですかね、はい、あの足で踏まれて足の裏ベロベロ舐めてるんか知らないですけど、なんかあの自分床に寝そべって女の子に足で踏んでもらってベロベロ舐めてるっていう、はいはい、そういうのがありまして。アポロとはどう違うんですか？アポロの方がまだ綺麗です、そういう意味では。え、あのね、アポロの方がまだ中が、え、中が、いや、なんですか、こう全体的に廃れてる感じが出てるんですよ、うん、やっぱり。あ、ストリップの方が、ストリップの方がもうなんか歴史感じます。これはもう残すべきというか、もう哀愁を感じますね。昭和の遺産ですからね。昭和の遺産です、間違いなく遺産です。桑田さんは何かしなかったんですか？いや、もう今回自分は何回か誘われましたけど、はい、今回は自分はしなかったんです。1000円払ってって言うんですけど、ちょっとさっきの回でちょっと使いすぎたんで、ちょっともうこの後の生活が自腹企画で自腹企画でちょっともうきついかなっていう。桑田さんから見て、それ素人なんですか？プロのダンサー？ダンスがキレッキレなんですよ、めっちゃ。おう、はい、2人ステージに立ったんですけど、はいはい、1人は、まあ微妙なんですけど、はいはい、1人のダンスがキレッキレで、はい、まあもちろん順番に上から脱いでいくようなスタイルなんですけどね、はいはい、そう、しかもそのダンスがパラパラなんですよ、うん、じゃあ名もなきダンサーが素人さんとして出てるみたいな、そんな感じか。そんな雰囲気もありますね。わかりました。です、じゃああなたにとって、はい、猫とは？またですか？猫とは、え、マジっすか？猫とは、そうですね、残すべきもの。ありがとうございました。はい、すみません。